こっちだな。うん。はい。浅井さん、いつもチャンスとトークライブありがとうございます。うん。YouTube で何回も繰り返し見て元気もらってます。嬉しい。ありがとうございます。はい。質問なのですが、自分のサービスの価格に自信が持てません。YouTube などでは、無料で有益な情報を発信している方がたくさんいるので、私がこの内容でこの値段をいただいていいのかなと不安になってしまいます。自信を持って価格をつけるにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いしますという質問をいただいております。そうそう、北ちゃんはね、ジンさんと行かれる人です。はい。うん、すごいよ。加納姉妹とのゴルフレッスンもされたことがあるらしくて、その話とかね、聞いてめっちゃ面白かった。はい。うん、で、まあ、これね、自信を持った価格をつけにはどうしたらよいでしょうか。もうこれもシンプルに自信を持てる価格にしたらいいんじゃないかと思うんですけど、いや、さすがにこの金額だったら安いだろみたいな、この内容でこの金額破格じゃない、マジでって思える価格まで下げるのが一番だと思うね、私は。うん。で、やっていくうちに、多分、なんか、いいものだったらね、受講生から、いや、これは100万円分ぐらいの価値が私の口座なんてそうなんですけど、100万円分ぐらいの価値がありますとかって言ってもらえるようになったら、まあ、じゃあ、もうちょっと上げても大丈夫かなみたいな感じで、私はマジでやってますよ。うん。本当に。うん。だから、まあ、この金額だったらさすがに安いだろうっていう金額にしてったらいいし、自分が適正だと思う金額にしたらいいし、でも適正なんて考えたら1000円しかもらえませんみたいな、それじゃ食べていけませんと思うんだったら、もっとなんかコンテンツを増やすとかね、内容を、まあ一番簡単なのは時間を長くするだよね。例えば、1回のコンサルで1万5千円、1回2時間、1時間のコンサルで1万5千円ですっていうのが自信がない、高いと思うんであれば、2回で1万円にすればいい。で、単価を下げたくない。でも単価下がってんだけど、それ。一度にいただく金額を、下げたくないんだったら、じゃあ3回セットで1万円とかにすればいいし、うん。その時間を増やすっていうか、量を増やすっていうのは、本当に才能とかいらないで、誰でもできることじゃないですか。うん。フォローアップを増やすとか、メールの本数を増やすとかね。量を増やすっていうのは、うん。で、なんか量を増やして、で、いらないところを削っていくっていう風にコンテンツって多分作っていくと思う。な、私今日めっちゃ真面目じゃない？ なんか、ね、ちょっと、チャンス読んだ時の衝撃ったら、はい、ぜひぜひっていうことなんで、行きましょう、ゴルフ、皆さん。はい。うん。そう、カノシマゴルフレッスンやばいよね。私の憧れの京子様に、ちょっと一歩近づいた気分でした、本当に。うん。カノシマそらセレブだからね、ゴルフされますよ、本当に。うん。そう、破格にしちゃうっていうのがいいと思うんだよね。うん。この金額がさすがに安いでしょって。やっぱりなんか自分が、うん。自分がね、安いと思えてないもの、高いと思いながらのセールスって絶対できないからさ。本当に人って、自分の心にね、嘘つけないんですよ。みんな嘘つけてると思ってると思うよ。そういうお世辞とか、自分は、バレないように 言えてるつもりだと思ってると思うけど、マジ絶対お世辞ってバレてるし、なんか自信ないのとかバレるから、自信があるふりをするっていうのは本当に最悪で。自信があるふりしても、自信がないのバレバレの上に、あ、嘘もつく人なんだっていう、相乗効果でどんどんこう、なんていうの、マイナスイメージになっていくんで、本当、うん、やめましょう、それは。ね、なんか今日、倫理観なんか真面目。ためになりまくる回答がすごく嬉しい、聞き入っちゃう、嬉しすぎ。あ、今日いつも寝まして学び声ですか？あ、頭。そうですね。っていう感じかな。はい。じゃあちょっと次の質問行きたいと思います。はい。